三井住友フィナンシャルグループプレゼンツオンディアルバム。乗り切ったね、改編変わった乗り切り&うちにも、うん、スポンサーが後ろ盾がついてついた。今まではあのほら片足でバランス取りながら剛速球投げるみたいな感じでやってたわけじゃん。コンセプト命の男っぽい番組としてやってきましたけれども、なんと理解あるスポンサーねついていただきまして、番組のこのアルバムをまるっと聞くというコンセプトをキープさせていただきながらですよ、はい、つまり間ね、こう真ん中辺で CM とか入らない、一応アルバムを聞くぞっていう形は崩さない形のままに応援していただけるということなんで、理解あるなかなかない話ですよ、ね、最近これは、はい、全国で拍手拍手ね。パチとこう日本中響いたところで、私がゴスペラーズの酒井雄二です。はい、村上哲也です。東京、東京、東京 FM ジョリアナ東京違うよ、違う、東京 FM をキーステーションに JFN の38曲をネットしているプログラム、三井住友フィナンシャルグループプレゼンツオンディアルバム、こういうことになったんです。はい、だこれはまあ番組タイトルも変わったっていうことなんです、うん、これは ね、もちろん通称はあのオンアルとか OA とかでいいんですけど、ね、オンディアルバムですけどね、番組の正式なタイトルは変わったっていうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。毎週ね、いいアルバムをこうね、もう止めることなく回転させて、うん、でそれでこうおしゃべりを楽しみながら音楽を楽しもうという番組なんですけど、うん、さっきね、ジュリアナズ東京を言ったその頃のアルバムをね、うんうんうん、今週はかけようかと思うんですよ、うんうん、バブルのまあ最後の頃にこうそういうバブルとはもう全く関係ない、うん、ね、うん、あの音楽的なクオリティの高い作品、酒井雄二、私酒井雄二が大変ね、高校3年生から浪人生に時代にかけて大変聞きまくった、いや一番たもう本当に一番こう神経がさ、うん、こうホロホロしてる時でしょ、これをそう、ね、染みちゃって染みちゃって、これを聞きながら俺もこんなことがやってみたいと漠然と思い始めたという、まあ私に大きな影響を与えたアルバムと言っていいでしょう、この間のね、8月25日放送の酒井のコンピレーション企画にも入っていた高野博さんの、名盤アウェイクニングというアルバムを今週はご紹介しつつ、モニャモニャ喋ろうと思います。よろしくお願いいたします、はい、ではここでね、一旦 CM を挟んでからっていうね、そういう流れなんですよ。はい、 This program is brought to you by 三井住友フィナンシャルグループ。三井住友フィナンシャルグループプレゼンツオンディアルバムな手出しで始まる高野博さんのアウェイクニングをかけながらおしゃべり楽しみます。1991年ですから、私ね、そのなんだ、まあ、浪人生村上哲也が大学入ったところ、そうだ ね、お前が KY 塾に行ったところだね、ヒャワイ塾にもうそれ言ったも同然じゃない、河合塾にね、河合塾で浪人して、もう苦しい日々でしたけど、なんか音楽ってそういう時結構心の支えになるもんです、ね、そういうことなるよ、結構分かってもらえると思うんだけど、俺もだってよぜみ池袋校の参考書売り場で聞いた、うん、あの長渕剛さんのマイセルフっていう曲、うん、これはなんかもうなんかすっごい覚えてるもん、絶対に俺は絶対に受かってやるんだみたいな、まあ、歌詞も来るからね、そうそう、ああいう曲がグラッと来る、あれそういうもうそのシチュエーション一発で思い入れが出ちゃうみたいな、ね、これ高野博さんのこのアウェイクニングは、うん、お聞きのように1曲目はねインストなんです、インストゥルメンタル、うん、楽器のみ歌なし、うん、言葉のない歌のない感じで来て、でいわゆるそのね、なんていうかこう曲の並び方、順序立てというか、この曲とこの曲の間にこれが挟んであってみたいな、そういうことをね俺初めてこのアルバムで意識した、あだから多分そういうものがものすごくそのコンセプトが練られてるアルバムを、うん、それを自分が今までもそう聞いたものあるのかもしれないんだけど、そういうことがこうなんか自分なりにすごく入ってくる、コンセプトアルバムっていうやつよね、すごく入ってきたんだな、このアルバムを聴くときに、それがな、この曲プロテウスマーチっていうんですけれど、この1曲目が7曲目アナザープロテウス、そして12曲目プロトタイプっていう形で、だんだんこう初期のね、あのひな形の形へ戻っていく、戻っていく、ぼんやりしていく、なんかそんなね貫く柱になってる。でもアウェイクニングってこれはあの、まあ、目覚めっていうか覚醒っていう訳されたりしますけど、そうそう、ね、まさに酒井のアウェイクニングを、うん、目覚め、それを促した作品っていう言い方もできますね、できるのかもしれない、うまいこと言ったところで2曲目の目覚めのマーチ始まったんで聞いてみましょうかね。
満ち溢れた曲に聞こえたんだよ、うん、受験勉強の間に。まあね、目覚めのマーチ、まあ、3月3月なんだよ、うん、マーチっていうのがその1212のね、行進曲のマーチでもありつつも、うん、3月という字が当てられて、まあ、受験生にとって3月2月3月ってね、非常に歓喜が交差するするでしょう。あのまあ辛かったり嬉しかったりする時だよね。分かるべ、分かるべ。それはもう分かる。大好きだもん受験そう、受験好き。あ、そう、受験とか俺、あ、なんかがん試験勉強とか大好きだわ。なんかこうやらなかったけど、ね、やらなかった今でもリハーサル好きだからな、もううちのリーダー村上君は。リハーサルが一番大事なの本番でしょ。本番ですよ。本番が、いや、リハーサルの日々が日々の生活なわけだから俺らにとっては、まあでも本番、うん、まあね、どっちが大事っていうのは、まあこれあのぐるぐる巡っちゃうんだけどね、巡っちゃうんだけど、まあまあリハーサルの話はいいんだけど、いいんだけどね。まあこれをだから、え、例えばいつ買ったとか、いつそういうさ、季節とか覚えてんの？これはね、その91年出たわけでしょ、これは。そうでね、もう5月ぐらい、4月5月ぐらいに、あの本当にまあ春に買ったと。春に買って、春はだってこうなんていうか、気持ちは焦るけど手につかずみたいな時期だもんな、受験はな、うん、あの浪人生はな。そう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 、もしくはちょっと自由になっちゃったから、うん、思いっきり遊んじゃってるやつとか、うんうん、そうなんだよね。でそんな折に、これあの東京 FM 系だったと思うんだけど、あの、ね、小林克也さんがやってらっしゃる、ちょうどね、まあ、こうなんだろう、夜のね音楽番組でアルバムを特集しながら、高野さんがゲストに来てるっていう回を聞いたんだ俺が、うん、で
そんな感じ、ちょうどもう今夜のような形でアルバムが取り上げられながら、うん、このアルバムがね、そうそう、このアルバムがまさに取り上げられながら、でこんな曲こんな曲、曲ごとのなんか本人の解説っていうのをまあ聞いたと。なるほど、うん、それでへえなんてことを思って、でちょうどね、うん、当時あのトンネルズさんのネルトンベニクジラ団っていう番組が、いわゆるネルトンですな、ね、ありましてですよ。でそれのCM ソングかなんかで、こう高野さんの虹の都へっていう曲があって、はいはいはい、であれがずっと気になってたんだな、クラスメイトとかとかの間でね。あ、高校時代な。そう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 、ネルトンごっこしたごっこはするよな、するする、驚愕だったしな、驚愕だったし、あ、そうだよね、学園祭とかなかった、ネルトン今日やってるクラスとか。いや、そこまではなかったな、若干真面目な、うん、あ、そう、あ、でもあったかな、出し物に規制かかってたね、じゃあそれ学校の中で多分一回審査あるからね。いや、でもあったかもしれないな、でも、ね、まあそんな時期ですよ、うん、で気になるシングルがトントンと出ていて、でその後出たアルバムっていうんで、俺はこれをちょっと遅れてだったと思うんだけど、なるほどな、うん、でそのなんていうの、こう宣材っていうのかな、宣伝資料ですよ、アルバムこう発売の時にこうレコード会社の人が作るやつね、チラシとか、そうで、それでまたこう本人による曲解説みたいなのがあって、で、あ、このアルバムがそういうコンセプトアルバムなんだっていうこととか、プロデュースがトッド・ラングレンという人なんだっていうことであるとか、高野宏が選ぶ、この10枚みたいな、なんかそういうコーナーとかあったりして、全然聞いたことのないなんか、あの全員マストビージャイアンツであるとか、フラットであるとか、そういうアーティスト名が並んでいて、なんだっけ、ブライアン・イーノであるとか、うん、でそのブライアン・イーノっていうアーティスト名を見て、俺は全然その時聞いたことなかったけど、イーノイーノブライアン・イーノっていうダジャレを考えたとかね、そういう、まあなんていうか、こう時代だったの。ごめんね、シーンとしてるね今ね、うん、何だか反応は欲しいね。そうだよね、じゃーん、これで、3曲目が終わります。うん、でこれで、あの今これニャーニャーってこういう音が聞こえますけど、これ全部ギターでやってるんだそうですね、高野さんがね。まあそういうようなことをこう知って、へえと、今までなんかこうね、買って聞くだけだった音楽が、なんかそういうこう、もう一楽しみできるんだなっていうようなことを感じた。まあこのお皿だけじゃなくて、そっからのその広がりみたいなものの入り口になって、うん、このアルバムももちろん楽しんだっていうことは当然なんだけど、うんうん、そこからその奥っていうか、うん、覗き口みたいなものに立たせてくれたっていうことなんだね。そうね、このアルバムはそのコーラスも非常にたくさん入ってるんだよね。でも結構なんというか、その決してボーカルグループのね CD ではないし、なんだけれども、その非常に印象的なコーラスが入っていて、さらにその高野さんすごい音楽的にこう凝った曲がたくさん入ってるから、凝ってるよね、あの手触りはポップなんだけど、そう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 、いわゆる難しいものはいっぱい入ってるんだ、この中にはね。コードネーム全然こうピンとこないようなところとかを触っていくじゃないですか、ね、うん、こうでこう、おおっていう感激をするわけですよ、高校生さん、坂井雄二、浪人生坂井雄二がね。そんでうわーと、こんな気持ちになれるんだ音楽でというようなことを思った。まあ、差し詰めね、村上哲也が、ママ・アイ・ウォンチ・トゥ・シングのサウンドトラックでゴスペルのね歌唱歌声に触れて、歌でこんなことができるんだって思ったのと同じように、俺はこの高野さんのアウェイクニングとかを聞いていて、音楽面白いみたいなね、俺もなんかこう作曲できねえのかな、作曲みたいなね、そういうふうに、あ、そういうふうな、そうなんだね。高野さんっていうのはやっぱりその、もちろんギタリストでありシンガーっていうタイプのミュージシャンだから、そのやっぱり非常にその歌だけ歌ってる人とは全然違って、うん、作品性みたいなものがに比重がかかってるところが多いから ね、 どれだけいい声で歌うかみたいなこと、もちろんそれはもちろん本人大事にされてると思うんだけど、もちろんもちろん、でもその力の入れ方っていうのが非常に本人のいろんな意識がいろんな場所に行き届いてるのは間違いなくて、しかもそれをまとめているプロデューサーがトッド・ラングレンっていう、これもポップスのまあもうなんていうか鬼人であり、ああ、祭神であり、祭神であり職人でもあるし、
まあ、もちろん、まあ、そのパフォーマーでもあるし、なかなかそういう、まあ、しかも一筋縄ではいかない、いかない、ね、非常に ひねくれた部分があって、ね、もうネット配信でしか音楽は作らねえって言ってみたりとか、そうそう、今のね、そういうこういろんなこういう現状みたいになる、ずっと前にね、うん、こういう流れ、ダウンロード即一曲ダウンロードみたいな話と全然違うタイミングで、そういうものを俺はそういうふうにこれから作品のフォーマットそういうものでしか出さないかなって言ってみたりとかね、 CD のパッケージ販売を蹴ってでパトロネットっていうね、そういうウェブサイトを立ち上げるっていうね、すごい影響されてる人いっぱいいますよ、そうそう、コンピューターも好きでね、すごい新しい方へ行くという意味でもすごい人、まあそこのそんな巨匠に、まあ好きだったんだろうね、多分高野さん自身が ね間違いなく、うん、出なきゃ受けないもんね、プロデューサーはね、うん、まあこれが91年6月14日ジュリアナ東京がオープンして宮沢内閣で東京ラブストーリーと101回目のプロポーズが放送開始で、うんうん、ってことはセイエスってことね、そうです、チャゲアスのセイエス、カンの愛は勝つ、小田さんのラブストーリーは突然に、そうだね、東京ラブストーリー、マッキーのどんな時も、この辺全部入ってんな、もうまあまあまあ、もう大青春、大青春、大青春だな、大大青春、大青春、これはまずい、セイエスとどんな時もは歌いました、この4曲の中で。俺はどうですか、ラブストーリーですね、酒井はもちろん、いやただこれ全部言ってんね、俺これは全部言ってます、全部言ってる、うん、セイエスも言ってた、酒井行くよ、行かないの、俺だから言ったじゃん、俺セイエスとどんな時もって、ああなんだなんだ、え、俺がセイエス言ってることがじゃあ意外なの、ちょっと意外だった、なんでよ、あんまりチャゲアスさんの感じとかっていうのあんまり今まで聞いたことないから、いやいや何をおっしゃる、俺結構ねマイカセットテープとかに入ってた口を、余計なものなどないよねってあの歌い出しは、いや俺あれはすごいと思うよ、あいきなり余計なものなどないよねって言われたらね、聞かざるを得ないもん、なるほど、うん、うん、すごい歌詞だと思う、あれはだからこの時期聴いたものってね、やっぱ影響大きいのは絶対間違いないね、大きいよ、だって俺はなんつったってね、予備校ブギーのさフリッパーズギター、あのフリッパーズとかな、ああいうあれまさに浪人時代だ、90年確かあれ恋とマシンガンかね、ヤングアライブインラブだね、ああいうものの影響ってすごいあるもんな、ね、そうだよな、なんかそんな気持ちになりながら、テレパシーが流行らないわけというこの曲をちょっと聴いていただきましょう。携帯電話がありますからね、もうこの時代がちょっと、ね、15年以上前だからね、もうね、すごいことです、ちゃんとテレパシーっていう発音なさってるんですよね、なんとなくこう逆にテレパス TH テレパシーっていうと逆にちょっと少し間抜けな感じも聞こえちゃうけどね、こうなんかテレパシーって言っちゃった方がもう日本語になっちゃってる言葉だからさ、いやでもそこはね、その俺が聞いてたその小林克也さんの音楽番組でも、いやテレパシーなんです、で小林克也さんもテレパシーって言って、あのね、なんかね、こう今も俺少し面白いからね、本当テレパシーっていうのでもね、俺も確かに気になった、そこは絶対間違いなくこだわってやってらっしゃるんだなと思う、そうだね、そう、そうなんですよ、
でね、そのこの今かかってきてる曲がこれ紳士同盟っていうね曲なんですけど、リーグオブジェントルマン、まあ、さっきそのねポケベルの時代だというか、携帯電話のない時代だなんて話をしたけど、この紳士同盟っていう曲は当時ちょうどあのすっごい緊張が高まって一触即発になって、まあ、始まっちゃった湾岸戦争、湾岸戦争のことをちょっとまあやゆって、うん、書いてある。あー本当だね、うん、ここでね、もうすぐ約束の午前0時ですって歌うんです。もうすぐ約束、これがちょうどあの回答期限、はい、回答期限だってね、なんかこうあのほら、まあ、最後通知、そうそうそう、それ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 、あれ俺ね結構ショックだったのよ。いやショックだよ、ショックだったんだよね。予備校生だったっていうのもあるんだけど、ね、名古屋の予備校河合塾まで電車でね片道何十分かで通って、で名古屋駅前で号外が配られたんですよ。なるほどね、号外が、うん、わあ、その時に俺がね非常に青臭くも何やってんだって思ったんですよね。そうね、だからそういうことで言えば確かに俺もこの時の方がショックなんだけど、うん、まあまあここでその話はあれかもしれないけど、まあねまあね、アメリカとイラクの今回のことだって実は同じようにショックであるべきことなんだろうけど、ちょっとああ始まっちゃったかぐらいになっちゃってる自分もまたいるのも事実だよな。まあそうだよね、この時は確かにその、まあ、どっちに立つかみたいなこととは別の憤りみたいな、もうちょっとまあ純な憤りが平和につながるかっていうとちょっと違うんだけどな、まあ、まあまあね、でも若いからやっぱりそこは若いから、うん、でもそこは思ったもんな、確かにこの時の方が思った俺も。でさ、例えばマーヴィン・ゲイなんかがあのベトナム戦争とかの時にね What's going on とかを作るね、そういうあれでこうちょっと投げかけたりする、それをみんなが聞いて響いちゃう、染みちゃうみたいな、そういう図式もあったりするわけじゃない。俺にとってはこのアルバムこの曲は割とそういうところがあって、この後出てくる歌詞なんかは確かに本当にその通りだなって思う部分があるね、うん、なんで分かり合えないんだっていうようなそういう歌詞になるんだけどね、うん、東も西も関係ないでしょう、つまり眠ってるか目覚めてるかそれだけですなんていうね、そういうテーマになったりする。要するにもうこれアルバムのテーマになっちゃってるわけだな。まあね、絡めてる、なんか眠りとか起きてるっていうことがどうもテーマらしくて、そこへ絡めたんだけれども、で俺が後にあのとあるラジオ局のイベントで高野さんと共演させてもらった時にね、あの坂井君どんな曲をやろうかという話になった時に、ワッツゴーインノンなんかどうですかなんていう話をして、それでまあ高野さんとワッツゴーインノンを歌った時、まあ結構何かがこうね一回りしてまたジョイント一周したような気分になったんだよっていう話は今初めてするんだけどね。なるほどね、うん、まあしかし思い出が蘇っちゃってるわけ今これを聞きながら、大変だよ河合塾名古屋校16号館の8階の教室が。予備校時代はお前勉強してた口、遊んでた口、これがねもう俺はやってるって顔して実はあまりやれてなかった口、お話しするのも本当に恥ずかしいんですが、浪人ってね現役時代のこう貯金というかあのお釣りがあるから、だから最初の模試はいい結果が出るんだよね、なんかいい判定が出る、でちょうどたるんでた頃かもしれない、これはたるんで、であ大丈夫かも、今年は大丈夫だろうと思っていると、だん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 こうね、あの現役の皆さんが頑張ってきて、で点数がどんどん悪くなっていってって言って偉いことになる。しかも俺たちの時っていうのはいわゆる受験人口のピークの世代で、第二次ベビームームに当たるんだと思うんだけど、大学の枠が70万ぐらいの時に受験生が110万人いたんですね。今年初めて大学の定員割れっていうのがありましたけど、あついに、ね、入りたいっていうことであれば全員入れますよっていうふうに、うん、まあそれはすごい乱暴な意見で、学部とかがありきのものなんだから大学、もちろん文句の狭いとこはまだ狭いんだけど、そうなんだけど、まあ一応そういう人数との、ね、対比で言えばそういうことだったんだけど、俺たちの時40万人黙ってでもダブつくっていう中で、要するに現役の敵もあるんだけど二浪三浪の敵がいっぱいあったの俺たちの世代は。そうなんだよね、要するに1個上がまだ大学に入らないでいる先生や予備校のあのチュートリアルの時の先生ね、チュートリアルとかお前受験生しか分かんない言葉使ったね今あのお笑いのチュートリアルさんもそこから取ったっていうあれだよ、コンビ名は。えそうなんだよ、予備校のあれなんだって、
それで進路相談とかするんだよね。それでその時にお前たちは本当にかわいそうだなって言われる世代だったんだよね俺ら。そう俺らも本当にそうだよ、ね、71年72年生まれのあたりだからさ、なんかそのお前の代わりなんかいくらでもいるんだよみたいなさ、部活のレギュラー争いとかさ、あの中耳で金賞を狙うとかさ、こういやいやいやほらあの美術とか絵とかでさ、なんか入賞するとかいう時でも厳しいわけじゃん。まあ人工的な厳しさはあるけどね。あるよねきっとね、数が多い、その辺がね割とこうガッツあふれる年代になってんじゃねえかなと俺は思うんだけど、どうだろうか。逆に、まあね高野花と同い年だからねお前。間違ったこと言って言うと恥ずかしいんですけどね、ごめんなさい。まあ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 、だからそうなんですよ、人数が多いのあれでね、でなんか俺はだん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 成績が落ちていってね、でそんな中でこう、うん、8階の教室の窓から外を見上げるとね、名古屋駅のねあの名鉄と JR の線路がたくさんこうね、はいはい、乗り入れてね、名鉄あの小豆色の、そうそうそう、あのそうそう、あのフルーフルーって言いながら走っていく電車なんですよ。そういうのがそういうのがねこういっぱいこうほらホームのところほら、うん、こうなんかダーッて線路がいっぱいあるところ、あるね、あれをね見下ろす自動販売機コーナーでね、こうぼーっとしながらこういう曲を聴きながらね小銭でコーヒー買って飲んでたんです。あお前も多分相当煮詰まってただろうからね。そんな時ほぐしてくれたのがこの曲でした、エーテルダンス。今の僕が見た夢、あの時代に似た夢、そして君も見れたの夢の続きを、その時歩いていた、振り返るここまで来た道を、今の僕が見た夢、あの時代に似た夢、そして君も見るだろう夢の続きを、より道を知ってばかり、道の中にたどり着くのはいつ、僕のだったったらだったという曲ではありますが、だったなんか歌詞のテーマもね、なんかさその悩んでるもがいてるみたいなあれだけど、だけどもみたいなね、こうそういう希望みたいなね、なんつうかこう光というかね、そういうこうモチーフがいっぱい出てくるんだよなんかよ、うん店長、まあ、ね、なんかこうその悩みながら進む、こう揺り戻しがありながら前進していくみたいな感覚っていうのは、そういうのをすごくこう弱いものとして捉える人もいるし、でそういうものを逆にそのすごくやっぱり揺れるのが、揺れてしまうものが人間だしっていうふうに逆に誠実にね、そうそう、あの思うっていう人もいるしさ、この間リリー・フランキーさんがさ、あのまあ簡単に言えば自分のやってること正しいと疑わない人のことを心底を軽蔑しているというようなことを言ってたんだけどさ、なんかあの、まあ、この曲の歌詞なんていうのは本当に酒井が引っかかりそう、こう酒井に引っかかるって違うよ、酒井にとって引っかかるの強い歌詞な感じはするな。俺もなんかそのやっぱりこういうところの影響から始まったりするから、そのあんまりラブソングを書こうっていう動機からは音楽が始まってないんだよね、うん、そうそう、ラブソング書くなそういう話じゃない、書きますよ書きますよ、ラブソングもまた俺も書かない、芸術のモチーフですからね、素晴らしいです。もう一曲聴いてください、 Our Voices。
東京 FM のキーステーションに JFN38 局をネットしているプログラム三井住友フィナンシャルグループプレゼンツオンディアルバム、お送りしているのは高野博さんのアワイクニングというアルバム、そして、その中のアワーボイシーズという曲です。いやね、こう非常に抽象的な詩なんですけれどもそれがまた何か強い引きとなってね、あの佐賀雄二を引っ張り込み、そしてなんかこう和声っていうかね、広がりあるね、楽曲的にね、これは和音のようなものは本当にもう次から次へこう期待をこういい意味で上回られて、そういうこうエッセンスが俺をグイグイと、まあね、酒井高校生酒井雄二をこう引っ張って、ね、もう一そうね浪人生酒井雄二を引っ張ってもう一つその久保田利伸さんであるとかそういう方面のファンキー路線、ファンキー路線ビート、ね、リズム、そういう路線がこう引っ張って、なんか、まあ、両サイドあるわな、それは当然両サイド、そんな風でこう、そしてそれぞれのアーティストがこうなんていうか最高だ、これはいいって言って、進めてくれたり番組でかけたりしたアーティストにこう遡っていく、例えば高野博さんからは、まあそのね、トッド・ラングリンこのアルバムのプロデューサーであるとか YMO なんかをやっぱりねちゃんと聞こうとしたりとか、まあ、これは高橋幸宏さんが参加されたりとかしてます ね、このアルバム ね、うん、YMO ね、そうね、だからもう例えば久保田利伸さんであればさりげなくブーツイ・コリンズがベースを弾いていたりとかね、まあ、ファンクの生き字引きみたいな人ですね、ジェームス・ブラウンに見出された素晴らしいベーシスト、うん、そういうところでもらった栄養っていうのが、まあ、育ち盛りの耳と脳にかなり染み渡ってるっていうのが、うわー俺影響強えって今こう聞きながら思ってる、そのね今俺のこの考えの強さに表れてると思うわけ。まあ俺ら幸せだよね、そういう風な影響を受けた方と本当にたくさんのそういう方とね、うん、会えるじゃない、うん、で5人でやってることの良さっていうのは、例えばその酒井が高校時代にこの高校浪人時代にね高野さん聞いてたように、俺は聞いてないわけだ。そうだね、だけど、うん、そういう思いのメンバーがいると、うん、その興味が当然湧くじゃん。まあね、それで高野さんとも一緒にやらせてもらいましたし、うんうん、そういう中で自分の通ってきてない道も逆に通れるっていう、まあね、それはこのグループのやっぱ面白さだったりするんだよね。通る道っていう言い方ってさ、結構さ音楽の話してる時によく出てくるじゃん、ね、まあね、うん、あと学校関係ね、いいよそう進路の話はいいから、そういうさその何だろう、何経由で何を聞きっていうそういうのってさかなり大事なんじゃないかと思うわけ。いやだから大事なのよ俺たちも本当にね、そう俺たちも、ね、うん、でもおにゃんこの CD もレコードも買ってた、これはね通ってきた道だからね、そうです、ルンルンだったもんねルンルン、じゃあね泣いちゃダメよって言われたら泣くんだろ、言わないねルンルンとか。さあ鐘が鳴ってます、このアルバムのハイライトと僕は言ってます、ベステンダンクを聴いていただく時間が来ましたよ。この曲は本当に好きだ、本当に好きだ。
ントロ一発目から最後のドーンっていう単音一発までもう頭にキリッ刻まれている曲ね。ジュリアナ東京オープンの年にこんな音楽が、まあ、これは俺ももちろん好きでしたよ。これはそうでしょう、うん、これはもちろん、本当に緻密なポップなんですけど、ポップスなんですけど ね、まあ、音色とかは意外にやっぱ91年ってやっぱまだ80年代引っ張ったものも多いんだなっていうのは改めて思うけどね。トットラングレン的な、まあ、風合いというかね、新鮮も感じられるかもしれませんけど、まあなんというかね、俺はこの曲ばっかり歌いながら、まあ、苦しい時を乗り越えたわけだけれども、なんかね、それはこう今で言う癒しみたいなのとはやっぱちょっとアギに一緒にしたくない、そういう気持ちはあるんですよ。なんかこう音楽が人にくれるそのパワーのようなものを期待するんじゃなくて、なんかもっと音楽そのものの方に俺は期待をするっていうのかな。なんかこんなことができる音楽を俺もやってみたいっていう風な気持ちになったっていうのね。まあ、そういうことが、うん、その自分の、まあ、音楽だけじゃなくて自分が次にステップ、うん、次のステップに行くためのパワーになるっていうことだよね。そうなんだよね。音楽聴いていい気持ちになりました、はいちゃんちゃんっていうことではない、ね、ないように聞こえてきたんでしょう、その時のお前にとって、ね、そうして俺は音楽をどうしてもやりたいっていうような気持ちがね、浪人中にもかかわらず高まっていき、うん、でもアナウンサーとか志望、それはねそれ大学やっぱね、いやいやいや、アナウンサーになりたいのは高校の3年の時に、あの福沢アナに憧れて、いいお前そこすごい分かりやすいね、クイズショーの司会をやったことがあるんだよ、うん、全校のね、ああ学校、学校校内の、うん、それでは答えを見てみようとか言ったわけよ。ああまあ社会のビンゴってね、一部業界の中で有名だからねビンゴ、今時ビンゴごときでこんなに熱くなれるのか男がっていうぐらい封印してますけど、視界が熱いって境のビンゴってあるけど、そう、ね、そう あれはそう、その時なんか何か掴んだものなんだけどでまあまあまあ、だからその時はそういう感じだけど、まあこういう音楽ね、音楽素晴らしい、いろんな音楽聴きながらこう溜まっていくパワーもあって、で大学へ入った時にアカペラのサークルに出会いと、そこへ一気になだれ込むわけ、その溜まったパワーが、なるほど、ね、うん、だから今でも、ね、アカペラであるにはこう面倒くさすぎるようなコード展開をとかをついつい書いてしまったりとかねアカペラでやるには少々面倒くさいようなリズムを書いてしまったりとかするんですけどね、うん、まあこういう曲調好きは基本的にはシンプル、あれはね、うん、あれはそうだね、うん、あれはまあほら14カラットソウルに捧ぐですからね。あ、ここら辺でそろそろお時間ということになります。はい、まあアルバムの方はねもう1曲入ってるんで、まあそのコンセプトプリというかね、頭から最後までの流れ、なんかまどろんでいくような流れをぜひ聴いてもらいたいなと思います。その中にこう散りばめられているキラーチューンというかね、こうアルバムに入っていないこのアルバムの時期の前後のね、あのシングル曲とかもぜひ聴いてほしいなと思いつつ、今の高野さんのねこういぶし銀な活動も皆さんぜひ聴いていただけたらなと思っております。今日は91年発表の高野博さんのアウェイクニングというアルバムを開店させました。三井住友フィナンシャルグループプレゼンツオンディアルバム。それでは今週もお送りしましょう。10月17日発売のゴスペラーズのニューシングルです、はいはい、言葉にすれば、言葉にすれば僕たちが巡り合い、数えきれない未来、声で旅立ちの名を呼べば、孤独の部屋をあなたは出て行く、遠くへ遠くへ、まるで砂の城のように、時の人はいつか世界
えともあれ番組の存続をね喜びながらね、今日はちょっとその、そういう仕切り直し、一瞬仕切り直しのね書いて、かなり酒井の熱い思いのこもった放送にまあ一つの原点をねご紹介して、引っ張り出してきて皆さんとね、むにゃむにゃおしゃべりを楽しみました。あんまり茶化せない感じだったかな。あ、すまない、よかったのに別に。俺の茶化感、茶化感じゃなくて茶化感じゃないよ、というところでね、この番組ではあなたからのメッセージも随時お待ちしております、はい、gos@tfm.co.jp までお寄せください。この後は桑田佳祐さんのキャノン FM ワンダーランド優しい夜遊びでお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。ゴスペラーズの酒井雄二と村上哲也でした。バイバイ、バイバイ。This program was brought to you by 三井住友フィナンシャルグループ。星のように長い旅を続けるなら、見上げていた光がまた生まれ変わるまで、言葉にすれば僕たちが違う、めぐり合い見つめ